はい、こんにちは、スーです。今回はこちらマイティストライクフリーダムガンダム使っていくんですが、ちょっとキャラ紹介の前に視聴者のみんなにね、2つぐらいちょっと聞きたいことがあるんだけど、今回のガンダムコラボね、めちゃめちゃ強いじゃないですか。で、せっかくね、これ今錬人の100竜ね、初クリア方針魔法石85個あるから、なんかガンダムのキャラ使って低難易度編成の紹介とかしようかなとかちょっと思ってるんだけど、その場合さ、既存のレアガチャさんのキャラとかがいっぱい入ってるのか、それとも今回のこのガンダムシリーズコラボの低レア枠のキャラとかを入れてる感じの方が組みやすいのか、どっちの方が動画的に組みやすい、ありがたいですか。ちょっとね、今どうしようか迷ってて、一応この辺の星4星5とか低レア枠ではあるんだけど、まあ一応石10個ガチャだからな。それともなんか普段のフェス限とかが入ってる方が組みやすいのか、こんなのが見たいよとかあればね、ぜひコメントいただければ嬉しいです。あともう一個聞きたいんだけど、これは俺のチャンネルの通知をオンにしてる人に聞きたいんだけど、 YouTube のさ、動画投稿ってさ、通知ってさ、1日4本目とか5本目とかの動画でも通知って来る？今新しくガンダムコラボが来て、動画のネタがね、500個ぐらいあるんだけど、なんかね、1日にたくさん出すとね、通知がいかなかったりするんだよね。本当は1日30本ぐらい投稿したいんだけど、ちょっとその辺の仕組み、なんかこの辺りから通知来ないよとか、もしなんかわかる方いれば、ちょっとコメントに残していっていただけると嬉しいです。はい、ということで、ちょっと話がね、長くなっちゃったんですけど、今回はこちらのね、マイティストライクフリーダムガンダム使っていきたいと思います。早速ね、キャラ紹介していきましょう。はい、今回こちらは、エールストライクガンダムの超転生進化ですね。このガンダムシリーズコラボガチャの、古い方、昔来た第1弾の方の星7枠 2%。ただ、この子はね、確定枠があります。で、この超転生形態のマイティストライクフリーダム、ステータスがね、いかれてんだよな。変身キャラとかじゃないんだけど、HP が23000、攻撃力が22000かな？いかれてるよな。マジでね、ちょっとパズドラ離れてる人とかに見せたら多分コラ画像と間違われる。そのレベルでやばい。で、今回はね、この子をリーダーで使っていこうかなと思います。じゃあちょっと早速ね、リーダースキルから順番に見ていきましょう。まずリーダースキル。水か光を5個以上つなげて消すとダメージを激減、攻撃力が38倍。3コンボ加算、固定1ダメージ。マシンタイプの HP と回復力が 1.1 倍と。はい、1.1 倍激減なので、耐久値的には、実質 HP 4.4 倍ですね。リーダースキル自体の実質 HP は、そんなすごい高いわけではないんだけど、ステータスがぶっ壊れてるのと、覚醒にこの L 字軽減持ってるので、おそらく、今まで俺が投稿してきた全ての動画のパーティーの中で、今回の動画のパーティーが一番耐久値高いです。大変なことになってます。で、次にスキルだね。5ターンで、2ターンの間自分のダメージ上限値が70億。操作時間と自分の攻撃力が2倍。6個解除し、水光回復を9個ずつ生成。2体でループするスキルとかではないので、ちょっとね、運用に工夫はありますが、なかなかね、強いスキルだと思います。で、覚醒だね。バインドスキブ、スキル封印、回復 LG、10項目強化が3つ。さらにボイス。僕は自分の手で未来を選ぶ。コーディネーター、キラ君ですね。さらに聴覚性は浮遊。まあ、10種3つなんだけど、そもそもの攻撃力がめちゃめちゃ高いから、結構な火力出ます。あと何よりも、見た目がめちゃくちゃかっこいい。ちょっと俺映画は見てないから、この機体はね、初めましてなんだけど、ガンダムの機体だったら、俺ユニコーン、まあ、バンシーもいいけど、ユニコーンが一番好きだけど、見た目だけで言ったらストライクフリーダムが一番好き。マジでかっこいい。ということでね、今回はこちら使っていきましょう。じゃあ早速パーティー紹介していきます。はい、ということで今回組んだパーティーこちらになります。では、左から順番に紹介していきます。まずリーダーのマイティストライクフリーダムガンダム。継承は全逸の武器で、副属性を光に変えながら無交換通覚性つけてあります。リタチェン耐性。で、次に、ラクスクライン。もうマジで今回のガンダムコラボの中でも屈指のね、ぶっ壊れキャラ。相当息長いと思います、このキャラクターはね。ぜひ確保する余裕のある方はね、確保した方がいいと思います。で、継承はこれ、常闇くんの武器ですね。ラクスは LG いっぱい持ってるんで、ここね、アシスト無効回復つけてあります。スキルはもろもろ回復しながら、2ターンの間回復力と最大 HP が 1.5 倍ですね。マジで強い。で、次にこちら。不水ガンダム。33ターン変身で変身後はダブル吸収無効ね。継承はデクの武器で、無効貫通と耐性ですね。で、次に、ウィングガンダム。スキルが2ターンで、6個解除しながら光と回復を6個ずつ生成、全ドロップを6個と。で、継承はね、今回、こちら、ルークのライトセイバーつけました。今回のパーティーなんだけど、ちょっとね、だいぶふざけちゃってる。ちょっと全部紹介し終わってからね、またコンセプト話すわ。で、回復エレジ持ってるから、潜在はこのスキルブーストプラスプラスだね。で、サブにもマイティストライクフリーダムガンダム。継承は全逸の武器。で、フレンド枠にも同じマイティストライクフリーダムガンダム。継承は全逸の武器。今回なんだけど、マイティストライクフリーダムガンダムを3体入れまして、全員に全逸の武器継承。さらに、
ウィングガンダム継承のルークの武器で99ターン光ドロップ目覚め、これで光ゴリゴリ作りながら無効貫通しまくりたいと思います。なかなかぶっ飛んだパーティー構築になってるんだけど、意外と強そうなんだよね。ちょっと今回これでやらせてください。で、一応耐性の方がですね、暗闇と帯雲は 100%、 毒は耐性なくてお邪魔は 80% です。一応ね、この光目覚めを捨てれば毒お邪魔 100% にもできるんだけど、今回はこれでいく。で、バッジはガンダムのバッジですね。本当に強い。はい、ということで今回こちらのパーティーを使って再臨の調整、錬人の百竜やっていきたいと思います。いきましょう。よし、ということでやっていきましょう。いや、だいぶねふざけたね、うん、でもふざけながらもガチよ、このパーティーは。俺強いと思うんだよな、これ。で、さっき話したじゃん、耐久値の話。マジでやばいから、ちょっと見といて。とりあえずいろいろ変身とかするわ。で、まずはラクスだな。これ打っていきましょう。ラクスのスキルを打ちまして、さらにフリーダム行っとこうか。フリーダム行って、で、どういう順番に行こうね。まあ、もう一発フリーダムでいいか。打って、で、ラックスで回復だね。覚醒無効回復してあげて、で、さらにフリーダム。あ、オッケー。で、フリーダム打っちゃおう。打っちゃって、で、ルークの武器でいいかな。ルーク打って、水ガンダムでいいかな。はい、オッケー。これでいきます。もう基本的に光は無効貫通でいいね。基本的に光無効貫通にしながら回復を L 字にしていきます。もうそれだけ。はい、こんなんでオッケー。これで、リーダーのフリーダムですね。光目覚めナイス。火力が、70億 ×3 と210億。やばいでしょ、これがやりたかったの。これがやりたくてルークの武器をつけました。普通に無効貫してるだけだと種属性はもちろん乾燥するけど、第三属性がねなかなか乾燥しづらい。これ今回パーティーめっちゃ綺麗じゃない。あー、属性変わっちゃった。そしたらここは L 字でいきましょう。そう、アシストで無効貫通つけてるけど、全然あの普通にコンボ組んでも結構いい火力出る。そしたら今回は L 字たくさん組みたいんで、まあ、たくさんつっても2個かな。ストライクフリーダムいきましょう。打ってあげて、光と水 L 字でいいかな。ラクスがね、持ってるんで光と水を L 字にしてあげて組んでいきます。はい、こんなんでいいかな。はい、 OK。 あー、なんか光すごい長い L 字になってる。ごめんなさい。まあでも多分半分までいくと思います。で、軽減率高いからここの割合ダメージも大丈夫と。はい、で、これでアシスト戻ったんだけど、HP の方がですね、覚醒無効状態にもかかわらず145,000バーケーモン。で、ラックス打とうか。ただラックス打つとこれちょっと HP 1.5 倍になるから分かんないね。一旦このまま抜きましょう。で、基本的には、ストライクフリーダムを5ターンに3回打って、ウィングガンダムを5ターンに2、3回打つイメージ。だからまあフリーダムとこのウィングガンダムを交互に打つ感じかな。で、こういう弱い敵に対してはウィングガンダム打っていきましょう。これ打って無効貫通組むだけ。バケモンだからマジで。はい、こんなんで OK。 無効貫通と L 字を組むだけで光目覚めも入る。火力が、70億ですね。特撮性は45億でね、まあ十分です、この敵を抜く分に。さあ、これでコットンだね。光吸収のやつかな。水ガンダムだね。はい、これで多分 HP が元に戻るんだけど、なんとですね、今回のパーティー、HP 倍率 1.1 倍 ×1.1 倍にもかかわらず236,000あります。バケモンでしょマジで。何が起こってんの。ここから激減激減なので耐久値が16倍だよね。リダフレの軽減発動するだけで378万まで耐えれます。さらに今回のパーティー全員あの回復 L 字を持ってるんですよ。だから回復 L 字を組んであげると 30% 軽減が発動するので、なんと軽減ループとかなしで540万までねダメージ耐えることができます。これね、どのぐらいヤバいかっていうと、ボスの白蓮光がさ、4回行動ごとにシールド貼り直すタイミングにちょっとでかいダメージくるじゃん。あれ回復せずに2回受けれます。それぐらいヤバい。こんだけ余裕があるからこそこういう目覚めとかをね入れる余地があった。そしたらこの階層なんだけど、まあ、水ガンダム打ったら抜けるんだけど、ラックスあと4か。まあでも抜いちゃっていいかな。ここは待つんだったら次の階層で待てばいいしな。デバフとかかけられるから。そしたら、ストライク打ってごめんね、あのフリーダムとかストライクとかコロコロ変わって。そしたら無効貫通組んでいきましょう。はい、無効貫通を組んであげて回復の L 字を組んでいくと、こんなんでいいかな。回復のL字を組まないとね、フリーダムの火力があんまり上がらない。ナイス十字。
いいね、素晴らしい気持ちいい。で、キスイガンダムも今ので60です。はい、今回は青い方が来ました。まあ、光の方が楽かな、どちらかというと。まあ、ここはさすがにちょっと今回76番目にするスキルとか持ってきてないんで、3ターン待ってから突破でいいかなと思います。そしたら一応右のやつターゲットしてあげて、まあ光で殴るとね火力が結構出ちゃうから、まあ水とかでやった方がいいかな、できれば。まあ、こんな感じで適当にもう水の焦げしするだけでいいからね。ちょっと3消しだと全然回復しねえわ、4消しの方がいいな。まあでも本当に HP 高いからもう一発ぐらいこれ受けれそうな HP あるわ。そしたらちょっとこんな感じで、あとまあ1ターン2ターンぐらい待ちます。ちょっと回復 L 字でね、 L 字じゃねえや、4ゲージで組んでおきます。ちょっと待ちます。はい、ということで盤面縮小切れたので抜いていこうかなと思います。まあここはストライクでいいかな。交換図を組んでいきます。ガチで強いねこれ。まあ、こんなんでいいかな。あ、なんか繋がってんな。あ、下手くそだ。あ、やばいやばい。もうこんなんでいいか。一旦こんなんでいいや。ごめんなさい。ちょっと長いことパズルしちゃって。そう、あのね、2ターン指延長が続くから、これ、フリーダム3体入れればずっと指延長続くんだよな。オッケー、ワンパン。いいね。強いんだよな、このスキル。3体入れると。光半減が来たか。まあ、これは、まあ、しょうがないね。そしたらとりあえず一旦待ちます。一旦待つんだけど、次ワンパンしたいからさ、これ打っとくか。ちょっと一発打っとくわ。打っといてこれ待ちましょう。ちょっと適当に待つわ。でちょっと光ドロップをたくさん貯めといてあげて、ここで火力、ね、狙っていこうか。はい、こんなんでいいや。じゃあ次覚醒向こう来るんで、そのタイミングでいきましょう。よし、そしたらラックス打っていきます。ラックスのスキルを打ってあげて全部返していく。でワンパンしたいよね、できれば。このフリーダムとクスイまで行ったらいけんじゃね。ちょ、行ってみるか。こいつなんか縮小とかしてきたらだるいからな。ちょ、行ってみますわ。これ打ってあげて、これ打っちゃおうかこれ打っちゃおうか。これで行ってみようか。そしたら行きたいと思います。ここに無効貫通を組もうか。無効貫通組んであげて、でまあこんなんでいいかな。この L 字は特に意味ないです。はい、 OK。 これでどうだ、いけないか。あー、光の落ち込んないか、ちょっときついかな。あー、それどうなの。あー、まあなんかギリ耐えた感じあるわ。ギリ耐えた感あるな。これ打ってみるか。ターゲット6分。よし、そしたら行きたいと思います。あー、これあれだね。こう、いやー、むずいね。もうまあいいか、こんなんで。これで行きましょう。抜けりゃいいんでね、10コンボまで行けば OK。 はい、ということで抜けました。いや、ちょっとあれ抜けなかったの想定外だな。もう2コンボぐらいいけてたらよかったかな。マイナスドロキョとかの兼ね合いもあるからね。したらとりあえず一旦待ちましょう。そう、このキャラのいいとこはさ、特に生成スキル打ってなくても水か光5個だったら割とあるところだよね。じゃあとりあえず適当に一旦待ちます。はい、ということでなんかいろいろ溜まったんで抜いていきましょうか。じゃあいきます。フリーダム打って、これでいきましょうか。待って、吸収色、あ、そもそもダメージ吸収か。まあ、無効貫通でいいかな。さあ、火力はしっかりと L 字で組んであげた方が火力が出るね。はい、 OK。 この光目覚めがね、なんか消えないんだよね。虚無とかが全然来ないから。そう、こういうのこういう落ち込みが欲しかった。 OK、 抜けるね。意外とありじゃないって、かっこいいよね、このストライク3体並んでるの。めちゃめちゃ好きなんだけど、すべてのガンダムで一番かっこいい。そんなことあるな。さあ、なんかすごい毒にされたんで、これはストライク行くしかねえか。これは行くしかなさそうですね。
ストライクいっちゃいましょう。抜けるんじゃないかな。やってみようか。毒残ったね。なんだかね、抜ける気がしますね。さあ、L 字を組んであげて。はい、こんな感じでいいかな。OK。抜けたりしな、あー、コンボ数がちょっと足りないですね。コンボ現象があったわ。全然見てなかった。マジで耐久値すごいわ。毒ある時のこいつの行動結構痛いはずなんだけどな。余裕がありすぎる。したらここはウィングガンダムでいいかな。ウィングガンダムって無効貫通組めそうなんで組んでみましょうか。いきます。まあちょっと上限解放できてるストライクが1体なんで、これはさすがに抜けない気がしてるけど、どうでしょう。こんな感じでいいか。さすがに抜けない気がする。てかまた4コンボ現象あるじゃん。コンボ現象だるいな。ちょっと待った、コンボ現象めっちゃだるいんだけど、どうしよう。やばいやばい、あーやばい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 、ちょっと光目覚めに頑張ってもらうしかないわ。じゃあマイティストライクフリーダム打ってあげて、ちょっとコンボ重視でいくか。コンボ重視で言っても別に組み方特にないんだけどな。だこれで落としだよね。はい、落ち込ん、光の落ち込ん、いけるいけるいける。ああ惜しい惜しい、マジで惜しい。あと4体以内に行こう。惜しいぞ、いけるぞ。全然あるぞこれ。ウィングガンダム打ってあげて、ゴミだな。ただ今3コンボ現象だからチャンスだね。今がチャンス、いくぜ。やばい、ちょっとどうしようこれ。あ、これでいいのか。はい、頼むぞマジで。これはね、振っていいと思うわ。いいよ、いけるよ。あと2個、いけよ。おかしいだろ。おいおい、光の目覚め意味ねえじゃねえか。オッケーオッケー、3コンボ現象いいよ。よしよしよし、じゃあもう一回ストライクチャレンジいきますよ。ストライクチャレンジ、いい番組ちょうだい。木が残ったね。じゃあもう一回行ってみようか。回復はね、本当は分割で消せたらいいんだけど、回復はねさすがに L 字にしないと多分火力があんま出ないから。よし、いいんじゃないか。光待ってるぞ。いいんじゃないの。おいおい、おかしいだろ。うれよ、何してんだ。やばい、コンボ吸収でコンボ現象で終わるぞ。そんなことある、こんなかっこいいのに。いや、行くしかない。ストライク行きます。これじゃなくて、あえてのストライク。さすがにそろそろいけると思うんだ。さすがにいける、さすがにそろそろいけると思うんだ。はい、完璧でしょう。頼むよマジで。ちょっと死ぬって。落ち込ん、いいよ。よしよしよし、いけ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 、70億よーし。こういうことだね。これがやりたかった。いや気持ちいいね、今の70億素晴らしい。でもちょっとネプチューン危ないね。コンボ吸収危な、マジで盲点だったわ。さあ、そうしましたらここはまあこれしか撃つのないから、これでいいか。じゃあウィングガンダム撃ちます。ちょっと無効貫通できねえから適当に一旦やり過ごすわ。適当にご下死します。 L 字とかにして6解除食あげねえわ。はい、ちょっと一旦やり過ごします。で次のターンにウィンあるね、ストライク。基本的に今みたいな花火とかされない限りは盤面にめっちゃ光残るから、落ち込んでその目覚めで。ウィングガンダムのターンでも全然無効貫通はできるんだけどね、普通だったら。そしたらこれ打って削りましょう。では行きたいと思います。はいはいはい、いいんじゃないの。あ、いいんじゃないですかこれ。いいでしょう。はい、見といてな、みんな。こいつの半分のダメージ370億か80億ぐらいあるはずなんですよ。それを加味した上で見てほしい。普通のパーティーだったら軽減ループで本当にギリギリ、それがこんだけ残る、やばくないマジで。これがマイティストライクフリーダムガンダム、すごいでしょ。そしたらウィングガンダム打っていこう。打ってあげて、まあストライクがあるからいけると思うけど、 XE も打っちゃおうかな。うん、打っちゃう、完全にいっちゃう。
で、ちょっとトゲが多いから、こういう時は回復4ゲシにしてもいいかもしれんね。回復いっぱいあるから、L 字と4ゲシにしよう。じゃあ、行きます。回復がいっぱいあるので、ちょっと触りすぎかな。でもまあ、これでいけるんじゃないか。はい。さすがに4ゲシ2個くんだから、ラクス頑張ると思うけど、大丈夫だよね。信じてるよ、俺は。大丈夫か？あ、大丈夫だね。素晴らしいね。はい、乾燥していく。いいね。強いんじゃないのこれ。やっぱステータスはやっぱ正義なんだよな。結局リーダースキルとかも大事だけど、やっぱステータスなんだよ。強えもん。タルとかだって強かったじゃん。そういうことなんだよな。もうなんか怖くないもんね、こいつら。こいつらの攻撃が優しいもん。したらここもストライク打って、もう向こう側に組むだけ。行くぜ行くぜ。向こう側に組んでいく。指が伸びてんのもね、嬉しいよね。逆だったらね、ここで落とせるね、こうやって。よしてかこれあれだな、別に毎ターン全回復する必要もねえな。余裕あるもんな、だいぶ。アイシールドも難なく割れると。ガチ強えんだけど。ここはウィングガンダムで多分足りる気がするから、ストライクは温存でウィングでいこうかな。ウィングでいきます。ターゲット6。よし、そしたら組んでいくぜ。ここに組んであげて、回復は蓋しようか。こんな感じで。あー、そうなるのか。まあいいか、これで。はい、オッケー。まあ、6コンボ加算あるんでね。10まではいける。シールド削れるかな？さすがに？うん、さすがにいける。300だからね。よし、ということで。ネプチューン怖かったけどな。うわっ、このタイミングで半減してくんのやらしいな。ラクスが溜まりました。これ打っとくか。落ち込み落ち強いぞ。でストライクは打つ。水位は減少されてない時の方が強そうだから、次のターンで打ちたいな。でルーレットは作っていいと思うわ。落ち込み落ち強いし、これはやっちゃおう。あ、光降ってくるね。よっしゃ、そしたら行こうか。やっぱね、指が伸びてんの強いわ。本当に指が長いパーティーは本当に強い。どうしたらいいんだろうね、これね。こういう感じでいいのかな。なんかすごい気持ち悪。こんなんでいいか。はい、いいんじゃないでしょうか。ちょっと落ち込ん余地の恩恵何もなんか受けれてないけど、まあいいでしょう。さあ、攻撃力ちょっと下がってるけど、どうだ。それでも、さあ次のターンはこれマイティ行きたいね。火力を上げたいからマイティ連チャンでいきます。で、水ガンダムだね。これも撃っちゃう。よーし、じゃあ行くよ。ここもしっかりとエレジを組んでいく。思いだけでも、力だけでも。はい、オッケー。いいんじゃないの、いいんじゃないの。これあとは勇気だけだ。違うな、それは。これでいい削りだ。素晴らしい、いい削りをしている。盤面すごマジで。もうスキルいらねえじゃんこれ。打たなくてもいいもんな。ものすごい盤面してるな。じゃあとりあえずあと2本ね、シールド適当に削っていきます。はい、ということでラストね、削っていきたいと思います。じゃあもうこれは全部打っちゃおう。全部いきます。本当は一番左のやつも打ちたかったけど、まあしょうがない。はい、いいね。あの闇消えろ。 OK、 いいね。三色陣したらこれも打って、ラクスも打っとくか、ついでに。よーし、行きたいと思います。では行きます。指が伸びてるのが本当に偉い。大好きだ。あ、なんかうまいことやれ。これうまいことやってくれ。うまいことなれよ。あーくそがよー。まあこれでいいや。よし、行こうか。さあラストダメージ、よいしょ。おい、第三属性乾燥されんのかーい。ということで抜けました。よし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 。で最後までしっかりね、この光目覚めがついてくるのがこのダンジョンのいいところ。いけましたね。我ながら結構ね、イカれた構築を作ってしまったなと思ってたんだけど、さすがに強いね。まあちょっとコンボ現象だけは
正直しんどかった。ネプチューンの階層ね。それ以外はめちゃめちゃ安定感あったわ。何よりもパーティーの見た目がマジでかっこいい。キラの横にラクスがいるのもいいよね。なかなかに楽しんでね。よかったらぜひ皆さんもこんな感じのパーティー使ってみてください。はい、それではね、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、ぜひぜひ残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。